ということで、今中井さんもおっしゃってたんですけど、今日は年内ラストライブ CD2000 枚達成おめでとうイベントにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、年内ラストということで最高に盛り上がっていきたいと思います。盛り上がる準備はできてますか？ありがとうございます。では早速1曲目に行きたいと思います。聴いていただく曲は忍法 RSF です。Thank you.
あおです。今日は皆さんよろしくお願いします。はい、今日も元気 100% 中学1年生13歳の千夏です。担当カラーはオレンジです。今日は年内最後のライブなのでもう楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんにお願いがあります。私が大晦日はいつって言ったら皆さんで明日なって言ってください。それではいきますよ、せーの。大晦日はいつ？明日。ありがとうございます。マイリーオメムでロックオン。神奈川県出身、高校3年生、18歳のアスナです。アスちゃんって呼んでくれたら嬉しいです。担当カラーは赤です。今日はよろしくお願いします。アスちゃん、ありがとうございます。はい、というわけで自己紹介も終わったので次の曲に行きたいと思います。次に聴いていただく曲はアイドルになりたいです。音楽お願いします。Thank you.
ていきたいと思います。はい、次に聴いていただく曲はキャンドルライトを消さないでっていう曲なんですけど、この曲あのクリスマスソングなのでちょっと過ぎちゃったんですね。はい、だけどいい曲なのでね、ぜひ聴いてください。年内はあり、年内はありです。はい、あの CD も500円で販売しておりますのでよろしくお願いします。お願いします。来年も売るよ。ある限り売るよ。Thank you.
さんに。と